トイビン、パーソナリティはワネ岸本タルガーニーと中村のよっちゃんばあちゃんしうくいさび、はい、そして北町よこやひびん、はい、中みっちゃいし番組を続きさなやんでちうむといびいくとうすよゆたさるぐとうにげえさびら、ゆたさるぐとうにげえさびら、はい、はい、この番組は au ショップネーブル嘉手納店茶炭美浜店株式会社メガネトゥーアンハエバル店、医療法人非正会デイサービスセンターもろみの里赤津委員、ヘントナシカ委員、株式会社池原エンジニア、ふわえ皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン茶谷町文化協会島クトゥバブ青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、うつづきサビン、はい、それでは番組のご紹介を、よっちゃんばあちゃん、ゆたさるぐつうにげえさびら、はい、番組のご紹介ですね。島くとばの、はい、はい、島くとばエンターテインメントし、うちなの音と語り伝承一致する一致る番組やいびん、毎週島くとばかなさするじゅんちゃんのゲストトーク、島くとばニュースのコーナー、島くとば紙芝居のコーナーなどなど、50分間ふうくの内容しうくいさびん、またインターネットちちみせやる方、うち県内美形でアイビラン、外国音階面せやる、うちな金刺しみせやるぐすう音階、この番組海かけることないびん、また父歌み見せることないびんこと、この番組金刺し父組総理うにげさびら、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、にげえデビル、よっちゃんばあちゃん、はい、チャーガンジュやいびがよ、はい、チャーガンジュだよはい、千代さん、はい、チャーガンジュやいびがよ、チャーガンジュやいびがひっちして気が出たりしてね大丈夫やいびがやさい、大丈夫やいびさめなちあちさいびんやさい、うん、よっちゃんばあちゃんが先ほどありました、はい、この間ですねオーディションが当たんでるお話やいびたちがあ、そこちよチャーやいびたがや、初めてさオーディションでしや、チャーシャーがもうさたんでまぬ方々が面相茶がやさい、シンガポールシンガポール、はい、10月頃、うん、撮影がインディ、その前にうちらのしゅんちゃんとか若いニシエタグ10名ぐらいちょうたいオーディションっていう感じ、はい、また島言葉でよっちゃんばあちゃんはお話しさせてください、はい、島言葉とシンガポールの言葉やいびいたかや、大和の言葉ルエタンで大和口と島言葉で大和口と島言葉やいびしがあのオーディションを受かったら大変なことになります、よっちゃんばあちゃんシンガポール派遣になります、ね、あんすこつやん大事なとんで名もわからん話でしがて、はい、ということでまたシンガポールの方ともですねこういったオーディションがシンガポールよあったんですけれども、去年の12月だから1月れたからちょうたるかで、うん、あれラジオ番組、はい、いやあっちで放映したんだってテレビ番組だったわけ、あ、はい、であれやったやおとってる撮影総司がて、うん、シンガポールで撮影したことよ、あと他のナーティチのテレビ番組の会社がて、はい、わったまたうちの取材所放送支部さんでやれて、うん、はい、で今度に映画かなえることになったんで、ちびらさいびんや元気のおばあちゃんということで世界でもですね、うん、はい、あそこでや、うん、いい活躍してほしいですよ、うちのあびちゃんあらんやいびんのやさい、わたとしんちゃいおっさしてむろ、うんうんうん、やっとどしさくてやわたんや世界中か一ることになったおっさって
また取材の時には料理を作られたりとか。料理作る必ず、うん、あのうちのあの昔からの料理紹介に調布実施して、はい、一番最初タイから行ったんよ。タイを通ってうちのサーターテンプラって有名んで、はい、サーターテンプラチクイシチャノフジシチクイガンであり、うん、撮影であり、アシシサーターテンプラの最初からアーチ上げるまでて、はい、でこの前に最初あのこのアーチ打ち得たんよ、うん、私からまた最初から卵から最初からいいし、うん、撮影しサーターテンプラやったことまあ産地で、うん、お土産もたちこと車の中ってホテルんけちちゅりやかなかもるうちからいたんでやかいのお土産っていうのもたちがろ、はい、やかいのお土産どころあらんたんバスの中をとてもるうちからいたんち笑っとったんやおいしくても帰る前にも全部食べてしまったわけなんですね本当にサーター天ぷらいいですね昔ながらのこの天ぷらですね、うん、最初からねペムチカサイビンドやん、うんあれなんかあんかどやさんねしもちかさんどやいっぺんももちかさんでもいいんだよはい、うん、塩さんのサーターあんだけもまにいっぺんしちやいびしかったはい今日もですね引き続きあの昭和のお話と昼夜の悩みをトピックし番組ウトドキーサのやんりちうむといびんどうさい、はい、悩みあいびいたがやんりちメッセージもまちおいびいくとうすうとさるぐとうにげえさびらはいまじはじめりょうさいちゅん、うん、またほかまちおこしんしの曲、うん、うつづきさなやんりちうむといびん、はい、やくいの花ですねくいの花くいの花を皆様お聴きくださいどうぞ My f a i t h
岡間千代さんの冬の花うつづきさびたんにフェーデビル、はい、にフェーデビタンいはってんごいはってんご冬の花へしびらさぬ福えびんや、はいはい、それではチューンのトピックですね。悩みアイビーがやんでいち昔はちはやいびたがや恋の悩みアイビーたがやさいはい、よっちゃんばあちゃん、はい、千代さん、恋の悩みやアイビーたが恋の悩み、うん、もうさてねえらエクさんかいわってやや恋の悩みどころかあの息がおらんだそうっていや言いたいかしや、うん、俺行くさんかはちゃんに、はい、若者もおらんだそうってこういうところがあるあちゃや一中がやっちゃいやあちゃまで命あがやんちゃう、うん、はい、戦争体験されてそんな時代に生まれとるものはあったやな、うん、明日生きれるかという時代に生まれられ、うん、あの育ってそこで明日生きていくっていうこの生きる力をですね伝えてきた方あのよっちゃんばあちゃんと千代さんなんですけれども、ちゅんやあのこの悩みですね、今あの今恋っていうことで今あの例で挙げたんですけれども、恋だけではなくてですね本当にあの家族だけのちょっとした悩みだったりとかですね、また介護の悩み、そして仕事での悩み、さまざまな悩みがあると思うんですけれども、そこにですね昔ながらのまた何かこのアドバイスとよっちゃんばあちゃんと千代さんからお話いただけたらですね、はい、ぜひゆたさるごとうにげえさびら、はい、それではあの今日の悩みのトピックで進めていくんですけれども、よっちゃんばあちゃん、はい、はい、昔のこの家族のですねこの働く上で仕事の悩みにアイビーたがやさい、仕事の悩みんちゃねえしが天下して仕事選ばらんし、あのちなをとって、わたびまた田舎もとぼ田舎で行くとやん。あそこ仕事就職すんでいるあれねん、私が。何よんかんじからねよん。仕事満足たんよ、うんうん、あの。会社の給仕、茶わかさ、掃除さ、ごわさい。また店員、うん、お店の店員さいし。おねよ、うん、息がよくいるとこまんか店員し、働いちゃうとか、卒業して地域。働いちゃう私がよ。まあ、いっぺんいいところなやね、授業員がんちゅうれしがて、うん、いっぺんいいちゅんちゃが面接って言うん、あのいっぺん上等いたり、一番最初に働き、一番最初の給料が20円、ああ、最初の給料ですか、一番最初の給料が20円、はい、なしたとかうっさぬよ、うん、生の人にしね、茶さぐれがいける、茶さないかや、はい、20円死ぬころにいかほん何買うことができました、20円でですね、20円、うん、すぐ親の全部といい働いたお金をお金すぐ今日の給料初めて給料もらったんで、うん、親から渡って、うん、親ありがとうちょっと取って、うん、終わり、あ、うん、昔安心したで、また親から小遣い使える場合いる場合で、うん、どの人生一銭の持っちゃることね、うん、あ、本当にどのことびけアイビラもう本当に親の民仲い、うん、家族の民仲い働いたということなんですね、親長連ちゃんのためにいる働いてる、どのためにちゃん働かん、うん、終わった時代やろ、はい、うん、この時にはまた働く上で悩みとかっていうのも全然なかったですか、あや、うん、悩みあったがやや、うん、働く上こうこすんでいることしかわからんの、朝日くなくら起きてみせる、じゃあ、仕事とかや、親のために働く、親長連のために働くんでいいし、うん、当たり前っていうのも遠くとって、はい、俺んか悩みんでいいし、特にわらびで行くとよ、はい、この悩みんしんねえら、うん、マギーなってか、いくさんか終わったことないめたんて、うん、うのもけいましるすがや、ためんく歌って死にるすがや、うん、うっさてな、うん、これ深く考える暇にねえらんよ、はい、品気まいすんで、うん、本当に今お話ありましたが、親孝行が当たり前だったっていう、うん、昔はね、うん、昔親のために働いてみる、親のため、うん、親長でのためにうっとんちゃがいいの、うっとんちゃためとかして、うん、別に深く歓迎らんたんと思うね、はい、うんうん、働いて親たしきんちや、うん、昔もるうりうなうっされ、あ、ちびらさいびんや、今あの中にはこの仕事する上でもアルバイトでも
時給が安いからっていうことで、うん、お金がっていうことでですね、そこ悩んでる人がいたり、結局これを豪口する人がいたりですね、うん、昔はもう それどころじゃないですもんね、うん、本当に働く中でも、本当に今お話ありました、生きていけるかっていう生活の中でも、それも苦ではなかったっていうのがまた本当にみんな助け合いの心っていうのはまた素晴らしい心ですね。ええたらはじろやんな、女の思い出たらはじろ、悩みしねえら、これは固い無知から悩めないんて、はい、あるわらちゃが今度はな点数、学校の試験の点数、うちとうさんなチャーシェシムがやとか、こんなの子供のために悩みあったんて、はい、点数の悩みだったりとか、ほらちゃがうまくいくないねや、うりゃ学校も主みらねや、高校かやらさんなら大学んかやらさんなれ、リンゴはチャースがやんちゅうんだ悩みまんどうたんて、だったく卒業しなめめ、無理仕事しにからのぬ悩みねえら、うん、うん、育っていったらそれでも本当に社会に行く上でのこう悩みはなくなったということなんですね、はい、な反対だね、やっぱり、うん、あのね、うん、あのもうわらびんちゃんもるまげくなって、うん、まがんまげくなって、はい、あとは楽々で楽しく暮らすこと、うん、しか考えられませんや、うん、生からやん、はい、うん、おたいぎがんわんちゃんよあるぬんたがて母ちゃんから感謝しんね、元気だからね、うん、はいはい、本当から2年な90年な当選や、はい、看病さんで7世か看病上の看病とかそうです、うん、邪魔んどんで大変だっていう話です、うんうん、お高橋の元気して帰って終わったから看病されるんでそれあそことて小遣いピークとて、うん、カロー県会のマー君会の足首がいけんちゅうありがたいですよね、うん、ありがたいって、ね、親が元気だから、というのは、はい、本当に子供たちのね、うん、あの世話にならないで、うん、本当今大変多いですよ、はい、ね、ですね、親の看病すんじゃ、親の看病すんじゃ、家族大変さね、ちぎって人参ねえよ、いや人参もるって言い込んだりするわけ、今お話ありました、本当に元気なことが感謝っていうのがいいですね、うん、そういう親を思う心だったり、これが本当に昔ながらの当たり前の心だったっていうのが、和紙店ライビランドお野菜、今お話ありました介護でもですね、本当に悩みを抱えていらっしゃる方たくさんいるっていうのをよく介護現場でよくお聞きするのですが、昔は介護や茶屋いびいたがや施設とか昔介護のや人事さんにやうとって家族で家族でやうとって助け合って、うんうん、みんなそれぞれの家族が施設とかもなかったので、ないですそれぞれでされていたわけなんですね、各家庭でね、自分の親、うん、おじいちゃんおばあちゃんの面倒は家族で見るのが、はい、もう当たり前、当たり前だったんです、うん、生な病院かあじきやにや、うん、そしてこわまがんちゃんなのうのうとそうせただちひいにちけんなちらばみしにうるささに、うん、しもちょうしんちゃまんどるばて、うん、病院かうるちょうしからさるばよや、うん、はい、でこの家族心細いでもあると思うの、うん、そうですね、うん、家族もまた仕事をされながらなかなかこの、うん、自分の親に会うのも厳しい方もいらっしゃるみたいなんですけど、ね、山の上働かんね、うん、稲子駅が働かんね、うん、市から世の中で一緒にやんすことよ、はいはい、一概に、ね、八尾とってびけで看病診でいららんばよや、はい、そうそう、うん、やまた介護現場で仕事をされてる方も自分の家でもまた介護をする中でですね、うん、ずっと24時間ほとんど介護をしている状態で、うん、すごく大変な方もいるということで聞いたことあるんですけれども、はいはい、昔はでもこの一人一人の役割があって自分のここマグアンチャーがみんなで支え合っていったっていうのはまたすごい、たしきたしきのくくるやいびんどう野菜、よっちゃんばあちゃんはまたお風呂を昔おばあちゃんですか、うん、おばあちゃんの隣近所の方々にこうされたってお話、アイビーたちがチャイアイビーたがや足不自由なおばあちゃんですね、はい、うん、ウハンカラやウンチョウバマファーフジウバマルナトウガヤイペウトスユミセタシガヨウンチョウ障害持ちてあっちウシウソラタティンカゲタハチカシシャアッチチュタニューナーナリウフヤカラ
わたんかいちそれとうんちゅうゆほらみせわしぐていたい、うんうん、じゃあこの戦をとってよけいまうんわもやをとって、うん、な焼き死にが死にそうじゃらない全然わからんばい逃げれなかったわけなんですね、うん、やっぱりあの昔はまあ家族だけじゃなくそのええかんちゃんみんな大事にされていたしや、うん、はい、おじゃさおばまええかむろちゃん大事にしてね、うん、そういう気持ちでしたもんね。結局これはこう固めて歌うのや、うん、ええかんちゃんやばやおかやとかさやばとか近くにみんなで病人が出たらみんなで見るよ、うん、ああ、うん、はい、今お話ありましたヤーニンジュこのエイカヌチャムル親戚が近くにいて、うん、本当にみんなでこう今ねチャーソーが中山シエミとかさ、うん、中山イエミって言ってみんなで声かけてくる、うん、本当昔はみんなそんなの小さい時から見たり聞いたりしてきたの、うん、はい、うん、生はなケイトナに抜くムルナハイバイ、あ、そうですね、本当に今で親戚の中でもみんな遠くに離れて住んでて、うん、近くにいてもなかなか会う機会がなかったりとかですね、本当に何かも仕事に追われているように生活に追われているような毎日日々過ごしている方が増えているということをよくお聞きしますね、うん、何かまた一つこの昔ながらのこうお互いに顔を合わせてチラのミール関係だったりですねそこを復活させていけたらなっていうのをすごく感じるんですが、で隣近所でもどなたが住んでるのかわからない時代になってますからね、あそこってきゃ、うん、やっぱりあの昔は、まあ、戦前はやっぱりええかねちゃちゃつんまいまいなあのこう気遣ってくれる、うん、しばらくあの間またんじえしししてじゃあそうがやっていうような、うん、そういう気遣いがありました。あ、気遣い、はい、うん、挨拶時代の流れかな。あ、はい、いろんなね、いろんな事情も出てきたりしてね、うん、遠くに離れて住む人もいるし、うん、はい、いろんな、まあ、時代の変わりようかな、うん、まあ、この声かけ一つにしても挨拶っていうのはこんにちはおはようございますだけではなくて、本当にこのうちなんちゅうならではのこのチャーガンジュヤイビーガヤとかですね、ミードゥさんやっていう一言でもまたそこから会話がまた弾むっていうのがまたいいですよね。やっぱりトゥンマイバイしてね、あのええかんちゃんトゥンマイマイさんね、一緒しばらく来なかったあいうれんのがやまんやいでるがやっていうこの気遣いがありましたから、はい、うん、だからみんなよく分かってましたよ親戚の、うん、あの事情もね、はい、あ、はい、そういったあれは、うん、この家族の絆、ええかんちゃんの絆っていうのも深さが昔はすごくあったわけなんですね。またよっちゃんばあちゃんこの間お話しありました戦時中の中でもこの全滅ならないようにこの親戚がみんな離れて暮らしたっていうのもまたこの話も今後のことを考えての話ですね。父の山がみんなわきわきし、うんうん、東西南北か分かるやね、うん、爆弾のうちにちょっと細かい避難装置に千葉地なきゃさりせえや、うん、クワマグアンチャこの構成のことも考えての、うん、はい、避難されていたわけなんですよね。安心しがるだ安心し、うん、ねちんながらてけちちゃしがるみんな生の湯はしまいしなやんばるんかうしんごりえ川もしまじりんかうしんごりえむるなはばやいせや、うん、なかなかいちゃいせしみるばびけじるいちゃいせ、はい、そうですね、で親戚会う機会っていうのはしみとか何かほんと七七日の行事でもこう会う機会っていうのも今減ってきている。七七日の普段の七七日やな、うん、ここはまがびけじらあちまいしが、うん、でいちくんちゃとかなと離れとるちゅんちゃやしーみーとお盆、うん、正月、はい、この3回しかいけない、うん、そうですね。ただこの残念なことに七尾七尾の行事にもなかなか参加しない人たちも今あいるよということで、うん、そうなるとまた10年後に会うとかですね、10年ぶりに会うとかっていう家族も今、はい、そういう
あの世の中になってきてるっていうのはすごく残念なところでもあるんですが、そういう七尾七尾の行事から本当にあのウヤファー富士に感謝することだったり、逆にまたこのウーシーミーでも家族のこの顔を合わせてみんなでこういうまた元気に頑張っていこうねっていうのがまた昔ながらの伝統やいびんのお野菜。やっぱりあのあれよりね、こういったシーミーでもね、はい、どのウヤンちゃんが元気やみせいね、あのいっぺなんていうかな、あれですよ、やっぱり親がおらんないね、寂しいですね、うん、はい、親がおらない自然と三遠くないや、親のや、本当、はい、うん、親のことの宝ねぶらんや、はい、私親のやや生糸まげればって、うん、通させや、ほんで子供も中さんくて糸まで一緒にいいね、那覇をたって乗り返しうちるわって、うん、最近のバスチーム上がってよ、はい、デイジー往復3000円かかん、糸満まで、はい、糸満まで、うん、あと今車社会になって、ね、車がないと、うん、あちょっとな、わらんちゃが休みの場に暇の場にいるよ、うん、生のまたわらんちゃうよ、日曜日ないねや、やれあれ脳の試合サッカーの試合ああ、ええ、またゴルフ会、ね、ノーロークイロアキサビを土日曜日になってムルワダのおさんや春が気になら部活で忙しかったりですね、塾で忙しかったり習い事で忙しかったり、わらバターも今一応の朝イフィンドわらんちゃまで忙しかった、うん、そこが本当に千代さんが先ほどありました時代の流れで、こうみんなこう忙しくて何に追われてるのか分からなくて何に悩んでるのか分からなくなってくるっていうのが、はい、だけどよ、ね、便利なの携帯電話、うん、ポンポンポンチ指輪さん遅いね、久しく言葉と当時しえや、はい、うん、おじさんによ元気そう見ちゃそうがってさ、はい、あるしないことよ、あの携帯便利、目や合うとき電話目にかかってる話しないとし、うん、生あっちゃがちな話しないしや俺と一番便利やさ、うん、いやいみや本当外国にも一本すぐ電話で、うん、できるような感覚になって、ね、これもありがたいね、うん、時代で本当にありがたいんで思いさ、はい、逆にこれを便利になった分逆に今度はこういう顔と顔合わせての会話が減ってきてしまうという課題もあったりですね、うん、そういう今いいところもあり悪いところもある世の中かいなといびしが、はい、また一曲挟んだ後にですね、今度は子育ての悩みということで、また昔の子育ての生活をですね、よっちゃんばあちゃんと千代さんにお話ししていただきたいと思います、はい、子育ての悩みなんかしわしってわからん名前はひんまがれそうってはい、ミフェデビル、はい、それでは、続きまして岡間千代さんの曲ママナランブシをうつどきさなやんりちうむといびん、はい、はい、それではママナエグブリザビラママナランブシどうぞお聴きください。闇の海や片思う
わしららん、わしららん、ういくがりてわしららん、あさゆとるばてうりまくら、うまんふりするちもの、千代さんのママならん節アイビータンリフェデービル、ね、本当にやわらかく歌い、はい、ありがとうございます。はい、それでは引き続きですね、悩みをトピックし、番組を続きさのやんにちうむといびんどうさい、はい、この昔と名前は違っていろんなあの家族の絆ということでですね、今お話のしていただきた、していただいているんですけれども、またあのチビラーさんの言葉がアイビータンやこの後ろ盾がすごいっていうあの表現ですね、うちらぐちにのちやびが野菜くさて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 後ろ盾、後ろ盾くさて、これは後ろにいる例えばお父さんお母さんだったり、いつも支えてきた家族を支えてきた人、うん、腐って失ってな、ヤグナデジエンデヤとか、あ、腐ってがなくなって、うん、もうお家の家族は大変だねとかさ、うん、あ、こういう支える方々がいるからこそ本当に私たちもこう支えられてるっていう、また感謝の気持ちなんですね。また親を思う気持ち、おじいちゃんおばあちゃんたち写す姿を泳う思う気持ちが腐って後ろだって、うん、あ、ちびらさんの大切な支える人が、うん、いるということね、はい、うん、はい、ありがとうございます。支えられていると、うん、はい、それでは引き続きですね、子育てのお話に移っていきたいと思いますが、はい、子育てやドゥヌワルバビキアイビラン地域の方々で支えたているお話、ユーチチャビーたちが昔やチャイアイビータが野菜はい、よっちゃんばあちゃん、昔チャーサーとかや、まあ、隣近所の子供も自分の子供一緒みたいな感じで、うん、あのね、うん、叱るべきところは叱ってやる、はい、よその子供でもね教えるわけ、うん、要するに説得してあげる、うん、いいように教えてあげる、叱りはしないで、こう叱るというよりはこう説得してあげる、うん、優しく教える、うん、そんな気持ち。だからまあ叱る場合もそれは叱る場合の足が、はい、安心す、安心さんどう、ね、わらばって言ってさ、はい、うん、そして安心し濡れたことにちうやんちゃんにいたささん、はい、やがわさくっとるや女、うんうん、らしするついてうやんちゃうや、 ありがたいとしか思いませんよね、はい、全然にやがわさたくつ、まあ、紳士が濡れてんしゅぶちごわさんて、うん、目の紳士いたらぶちごわな机にすまんか受かっとったんよ、うん、抱きごわでビタビタ抱きごわし、はい、
心身がすぐらったついちやがわさくと心身がすぐられるケイティヌラリクと心身がちびがすぐらってぬんりら、はい、本当に先生でもこの敬う心があってですね、うん、先生叱られたらやがわさたんどうということで逆に親御さんに親に怒られたわけなんですね。ヤーガワサタワサタクトゥムンナレムンナレヤタンドというような表現ですかね。はい。うん、はい、今先生の学校のお話とかも今していただいたんですけれどもですね、この教育の中でみんなでこう教えていく中でですね。本当に何かあったらすぐ売られたりとか、これはまた男性の役割だったりとかですね、女性はまたこう優しく、うん、千代さんがありました、何か気づかせていく教育っていうのが、まずこう叩くということをしなかったな、うんうん、はい、叱っても口では言って手出す手出したりとかなくて、うん、失礼しましたね、はい、うん、うん、まあ、痛くない程度の叩くような仕草、はい、これはやってもまあ本当に叩くという気持ちで叩く、うん、愛情なんです、ね、本当に すごい小さんど、うん、はい、こうやってもさ、三八目かするから、うん、かなさるなか、ぶちかきりんりる、それもある言葉ありますね、やあれと、うん、宿題持ってきなさいにし、もう机の上から正座しみられて間違ったしね、なんか物差し受かってたんですよ、あ、これはもう座る姿勢だったり、お父さんお尻ピシャミカシする、はい、両手こう出したらこうパチあのビタビタぶちごさますぐれでやむたんのやあれ物差しでですか、細いビタビタぶちごさんとすぐそのピシャッて痛いわけよ、うん、やめていいってか先生って、うん、まあ、これもしつけなんですね、しつき、しつけの、ことで、まあ、学校で教えていただいて、また地域でも自分の親だけじゃなくて地域の方々が優しく教えてくれたら気づかせて、そこで教育をしていったということですね、はい、また畑のお話や春の仕事やチャイエビータガヤ、みんな家族連れて行ってこわマグワンちゃんみんな畑仕事も一緒にみんなで手伝って、それはみんなやってたと思うよ、うん、はい、今日は今春にちょっとやるてんばらっていくとよ、うん、やんにしまたわからしいじゃいくと、しいじゃんか、いなく朝礼が牛がて、はい、あれまた帽子、学校が刑事に帽子くむたんよ、ああ帽子くま、帽子くま、帽子くま、はい、パナマ帽、あれそうていくと、はい、やんの仕事むるさんたんやんと、うんうん、いなくのやつたいや、うん、帽子くまんやっぱり人、うん、人あの気ぬゆくりね、昔はタムルメッセや、はい、タムルシミさん手が汚れたら帽子くまらんばって、うんうん、あそことやしぐとむるさんたい、ああ、きれいなこの帽子くまでこのパナマ帽を作るために他の仕事はしなかったわけなんです、今白いでしたからね、うんうん、白いから、はい、白いだから汚しない、またまたしいじゃいよ、うん、気象が中倍だよ、じゃじゃなディキンスタルバーってあれ、はい、サルバンでね、バスブンやったんよ、中で県大会まで行ってたんよ、うん、あそこと中倍やればって、うん、じゃあ何時仕事もるわんか一聞いたんよシージャーの意識がもるおんち地下にならんばって、うん、のごはかんし何時さんにならんちやって、血もうちうとと海ちがゲーシーうさんばってシージャーっていうのはお姉さん、姉さん、姉さんの、うん、あれ人文マンディオン学校のにきれ人文のマンディて嫌な人文マンディオン、どっちは何で仕事もるわんか牛味きやんて、うん、このお姉さんはまた敬うっていうのもそうなんです、うん、お姉さんはこうシージャーの意思はまた地下にならんことで、はい、親の意思というのもんでこと、そう、うん、あれあらんで思ってんじゃ、うん、うん、従うわけよ、うん、
今あの帽子クマの話アイビーたちが帽子クマのこのパナマ帽を作られた時にはよくかぶってた人は男性の方がよくかぶってたんですか。男性がよ、はい、畑行く時、うん、パナマ帽子かぶせんな灰からおじいたせ、うん、綺麗かったですもんね、パナマ帽子よ、はい、感じ素敵が持ちで、はい、いや、うん、西が灰からや金馬と金馬と岩鳥、はい、アボが灰からやさらしばかまって今のキョロットみたいな感じのさ、はい、さらしの布で作って書くわけ。それ灰からな、うん、アンゴアタ、うん、男は、はい、金縁のメガネと金馬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 、うん、もうね灰からさんのあのあれね、はい、金馬とかね。女性の方やチャイアイビーとかや、うん、おしゃれですね。女性の方で男性の方はこの今お話ありました。だから女性はさ、ね、もう牛ちぐわして、うん、あの着物ですか。バサーでも、うん、バサーでもね折り方荒いのと細かいのがあるわけ、うん、はい、細かいと手間暇かかるから高さればって、うん、荒い普通の百姓ちゃんが仕事しなちの仕事アバゴハイからサラシバカマって言ってサラシのあのあれで下着作るわけ、はい、これはハイからなアンゴアタって。あ、なかなかの人がそれ作って履けないわけさ、はい、でもやっぱりあのあれやりんや戦前のあの女性っていうのをいっぺんチラサイビーとラジや、うん、漢方うちなから自由って、ええ、あの馬車味に昔よ、あんすか、ええ、白銀もいらんたな、生に言う若さしんちゃんもる白銀やろ、うん、墨とくてれろ、うん、昔はあんまり見なかったんですか。白銀、白銀あんまりやっぱり年やったらけど、うん、若者の白銀なんて見たこともない、うん、今若者でも白毛入ってる人いっぱいいるさ。あ、はい、あシャンプーの良いじゃないかね。あんまりシャンプー髪洗いすぎて、はい、昔はまたこの自然の茶、昔は冬で、ね、1週間近くなるからじゃないかし、はい、それとまた自然の、うん、あの、うんうん、くちゃくちゃ、くちゃ山にあるくちゃ、はい、あれで髪洗いって言ったから、はい、このシャンプーするときにはこの自然のものを使ったりで、それでまた髪洗い込んでしがたし、細長くのご案件調子、お父さんどうあったまちや相対です。あれな言語まであったんろ、あれんじょうというんだよ、はい、うん、切り替えになってからがねえらんなったかちやさ、あれよ使うと水道がしまいんでやんて、あれを使わさなくなったわけ、うん、あれ使うんだったら外で使いなさいんじゃ、はい、うん、水道が普及されるようになったから、うん、あの椿洗い子屋、うん、廃止なって言ったわ、はい、ああそうですか。人家主のおばあちゃん売りにいらねんってくよったよ、うん、悪い状態やりたんや今椿の話もありましたが、あのやっぱりこのリンスをしている人たちとかをまた憧れだったっていうお話もですねあのしていましたね。リンス出た時期なんかもあのなかなかこのシャンプーリンスしてる女性を憧れた人たちも結構いらっしゃったりですね、また香りも良かったり、この髪のツヤが憧れたよっていう話もされてました。いろんなのが今出ているからね、あの、うん、やっぱりいいのかどんなか、はい、ね、あの若い人に白髪を多くなってるというのは、うん、何だろうね、うん、で先ほどありました、しかしたら一つはこのシャンプー毎日やったり傷んできてこうなってるっていうのがあるかもしれないですね。はい、あるち方やくりち方もやるしね、うん、やるんかなって、はい、はい、ただ一度またあのコマーシャル挟んだ後にですね、続きのお話をしていただけたらと思います。この番組は au ショップネーブルカデナ店、茶壇美浜店、株式会社メガネトゥーワンハヤバル店、医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里かかず院、笑いの絶えない人生をあなたにヘントナ歯科医院、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、
クワエ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会島くとば部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、続き総意便。はい、チュールトピックへ悩みをトピックし、うつづきそういびんどうさい。はい、先週に引き続きですね、また昭和のお話、またサナヤンデチウムトイビー氏が昭和のお菓子ですね、この間のお話ありました、昭和のお菓子と飲み物が、あの戦後に出てきたあの飲み物で元気牛乳んでる牛乳のお話があったんですけれども、チャイアイビータガヤ元気牛乳戦後や元気坊やって言うんですか、キャラクターこんなしてる、あのよ戦前って、はい、あの栄養師長に言われちゃうけど、ヤギの乳を飲ますのみたいよ、あヤギの乳、ヒージャーのヒージャーの乳絞って飲ますよって、うん、はい、栄養つけると言って、あ栄養師長の子供たちに、はい、それは見たことがあって、これがまた訓示になって、あの力になっていたわけなんですね、うん、やっぱり戦前の人はあまり栄養も取らないから、うん、貝も出にくい、少なかったからありませんね、はい、だからそういった、うん、ヒージャーのおっぱいをあげたりもやったと思いますね、うん、あだから皮膚炎なんか多かったよ、うん、肌が荒れて、あれも栄養価調る番でもさ、うん、サビ腰だったさ、肌がサラサラサラ、うん、サメの肌に似てるってことで、サビ腰だった、肌がサラサラサラだから、うん、だからあれ脂肪分が足りないわけ、今後に考えると、はい、体の脂肪分が足りないわけさ、うん、で肌がカサカサ乾燥してカサカサ、うん、そう言ったけど意味をからんばって、ただサメの肌なんか似ちゃうんでちゃう、はい、回りました、この栄養からこう肌に出てしまったりとか、衛生も悪かったんじゃない、うん、あの二部担じたし、やちぶるんかいの、うん、あそうそう、ちぶるんかいねって、はい、昔だからハゲが多かったや、カンパチが、あ、はい、また怪我したり、うん、木に登って落ちたり、うん、喧嘩して関係がいた男の子はカンパチが押さえね、俺うまく言えてさって俺カンパチ房に俺わらびそうにうまく植えてさって昔みたいに言ったよ、でもあちこちにカンパチ、うん、いや、あの妙と岩の話があるさ、夫婦が、はい、あの結婚させたんだけど、親がいの言い名付けで、はい、奥さんがどうも旦那さん気に入らんてる場合さに、うん、仲良くしっくりいかないので、全然旦那さんとんけいてんだん弓輪がで、人やのあんまうな、しわさに、うん、目をと言わんかい、大相てんじゃね、うっちゃなきて、さばねけいてちゃくと、うん、うぬゆろ、かじばふちばばし、ひいさんがいがたがたしさくと、うん、納豆とったや、あの、離れてうららんなやね、たっぱて、さくと、うんねんからたいかなさすることになったんじゃね、やんばるの目をと言わってあるさ、うん、伝説があるさ。はい、目をと、言わ。ミートンダの岩ですね。ミート岩。はい。北部に行くとこにあるさ、岩が二つくっつ。はい。離れ離れにさせない一つの岩に、はい。二人連れて行っておいて、はい、最初は島の端下端下に行く私が、弓子がうっと士官ソルバーで、旦那さん士官し、あんそそちが、なひいくなって言うなかなったこと、おとろさんが、自然と旦那さんそばんか言うてしてけど、旦那さんもまた怖がって寒がってるから、抱いたんでしょうね。はい。うんねから仲良しなったんで。はい、それ伝説だ。やがじの絆が深まったんですね。はい。やがじ島、やがじ島。ここの近くにある。あるよ、や。うんうん、はい、右手の方にあるよ、はい、岩が、あのヤンバル行くとこ七曲がいのところ越えていったところですか、うん、七曲がいじゃなくて、はい、あっち越えて、越えて、はい、ヤガジの島があるさん、はい、あれ越えたの北部に、うん、北部に向かうとこ、もっとじゃあ北の方に、北部の方じゃなくて北部の方に向かうところに、塩屋の近くかな、はい、
塩屋まで行かない。あ、で行かんけど、うん、あの左が海の中にある。岩が左からな、はい、あるよ。半日内海過ぎてから。はい。ウトフイ岩。ウトフイ岩とも言うし。はい。言って。ウトフイ岩。旦那さんを振ったわけさ。はい。あ、夫を振ったってこと。ウトフイ岩。自分の意に染まない結婚言ってるわって。うん、朝ごとちゃうと降ってしかんそうだったこと人やなあんましわし見とんだかなさしわるね、うん、上等いるんであり、ね、一軒持ちいて二人を連れてって、はい、あの岩に下ろしてからに、はい、自分はサバに漕いでか一人で帰ってきたから二人はもう行けないさ海の真ん中で行くと、はい、はい、ニフェーレビル、はい、それであの最後の方ですね、うん、あの仕事のお話に戻り BC があの昔の戦後の仕事ですね、ガーデンボーインディルお話ちっちゃびいたしがフレルウヤイティカヤ昔砂弁かよ、うん、ガーデンボーイ育てるおじさんが歌いの、うんうん、はい、うちはガーデンボール育てんですよ話一生しがて、うん、ノースはノースワインでいる言葉よ。チャーシューが習ったらもれもっと習ってるわって。飲んでいるわ、ノースワインでいるわって。はい。私、あざないよ、ノースワインおとんかになったるわって。うん、ノースワインおとった牛をや、デジのマギナトーサーとかって言うわけよね。うん、このノースワイン言葉さん、単純なあるわ、うん、もう分かるわけ。うん、ちょ、ケーマースにまでノースワインおとんな。ノースワインでどういう意味やいびがやさい何か言ったら言葉 あの尻にノースワイン入れるわってでこの意味分かっていうかノースワイン言っちゃうのことわからんしが、はい、大丈夫やいびがやさい唯一ガーデンボイスを手に慣れてちゃう言葉がノースワイン入れてはい。またみなとんこちちちいかれちちがやったからで、うん、ノースはおとけまちゃんにろとかあないな、ノースはおととけまちゃんになったけ病気でいたかあやなくなってもノースはおと。はい。なくなるまでノースはい、きょちゃんばあちゃん、ちよさん、にんべいべいびる、はい、それではまとめにないびんどう野菜今これ週夜、はい、するそうですね、悩みを今トピックして番組打つとき、そういう BC が昔の言葉で草て後ろだって言んでる言葉ですね、本当に後ろで支えている人たちがいるからこそ、本当に生わった一朝一便堂と、親に感謝するくくる、うつすいが段階感謝するくくる、うぬくくる一平をして、ネビラングと、悩みは本当に人とこう話をして解決していくということが一平で、試合 B が野菜。未来のさ未来センターを通ってよ、うん、ある大学の先生が同人クラブを集めてて、うん、講演さな、うんちが言い分ね、悩み持ちいねや、病気つくいね。ガノン売りからる悩みがつもいねや、売りからるちゅうこと、悩み持ったんごとしや、悩みごとのあいらけとなるとしんちゃうけん、うちやきたいかやにんじゅうか、うちやきたいしや、悩み持ったしるましろ、話ししみそうちゃるばて、あんせことって、やはりけいがちなとしんちゃう。ええ、いったんの悩みのあが。ヤーゴナの悩みあんなちゃった。ヤーゴナの悩みなまこ来るかごったか固めてチャーすることのないが、と知るとっとるもん。わたおさえや悩みの年始から悩みへさんち。悩みのがないのが悩みなんです。ちびらさいびんや。リベーデビル、それではまた来週お会いしましょう。はい、また来週お会いさびれや。グブリーさびら。